皆さんこんにちは、マサでーす。という感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、サムネにある通りね、鉄人28号ネタをやっていきたいと思いまーすってね。あれはね、結構大きいね、2メーターぐらいある鉄人のね、あれはまあ、ディスプレイ用のね、店のディスプレイ用の商品というか売り物じゃないと思うんですけども、奈良のね、奈良市の駅の近くにあるね、喫茶デイジーさんって、ね、昭和レトロの喫茶のね、おしゃれなね、喫茶店の、店頭なんですけども、まあ、あの辺よく通るんですけどもね、それで前から鉄人がいることは知ってたんですけども、だけどね、ちょっとね、おっさん一人には入るにはちょっとね、勇気がいるしね、おっさん二人でもね、入るのはちょっと勇気がいるよ、ちょっとオシャンティーな店でね、若い学生さんとかね、そういう昭和レトロみたいな好きな女の子みたいなのがね、結構いてるようなお店だったんです。お店なんですよね。それでね、今回なんでその鉄人をあれしたかと言いますとですね、これをゲットしたんですね。リサイクルショップで。翔太郎くんでーすってね。多分これ翔太郎くんって覆ってると思うんですけどね、鉄人のね。これをね、ちょっとお値段したんですけども、まあ、綺麗だったしね、備品だったしね。それで、店員さん言うには欠品なしって、まあ、言うてたし、まあ、鉄人なとセットじゃないんかなと思ったんですけどもね、なんか鉄人行けーって感じのポーズしてるんですけども、まあ、鉄人はなくても、翔太郎くん単体のね、このフィギュアですよーって言われたので、まあ、ちょっと買ってますわーって、買ってんのはいいんですけども、これ僕鉄人持てないんですよね。プラモにしても、超合金系にしてもね。これどうしたもんかなーって考えてね。そして、鉄人ネタね、このケンプファ。ケンプファ、ちみにケンプファ持ってたんですけども、だからこれどうせ、あれだったらね、動く方がいいなと思ったんですけども。だからケンプはこれを動かすのは、ちょっとむずいかいなって。お前下にチョロ Q をちょっとね、つけるぐらいしか無理だなと思ってね。見た目はいいけどね、ちょっとケンプ派はちょっとね、却下されました。で、次に考えたのはこれね。まあ、これはポセイドンなんですけども、まあ鉄人じゃないですけどもね、この人のヘッドがあったからね、これを前、買ったね、ちっちゃいね、ミニリモコンみたいなロボット持ってるんですけども、それ、まあ、有線のやつね、それにつけてね、動かそうかなと思ったんですけども、ちょっとね、これ頭が重すぎてね、ちょっと無理でした。これは失敗しました。それでね、結局採用されたのはね、なんかいいやつあるかなと思って。これなんですけど、このラジコンなんですけど、ラジコンっていうかね、これも全身とか、まあ横とか、これパワーアップで走ったりとかするやつなんですけども、これ前買ったやつなんですけども、本体はね、このちっちゃいこのミニロボットみたいな感じなんですけども、それで、これをつけました。これね、謎の変人くん、変人96号。僕はいつも96っていう番号をね、何もないときはこれを書いてるんですけども、僕の番号って感じでね、変人96号くんを作りました。これ何のキャラクターなんかな、僕のちょっとホラーコーナーにいたんですけども、まあ、ずっと置きっぱなしやったしね、なんで買ったんかわからないし、まあ、どっちもこれ動かないしね、これ。これただの置き物だしね、これちょうど採用できるんちゃうかなと思って。重さ的にも、そんなに重くないしね。ちょっと不気味だしね。いいんじゃないかなと思ってね。そして、試運転をさしてみました。試運転した時はちょっと動いたんですけどもね。また本番になったらちょっとね。あ、こうして動くんですよね。で右行ったり左行ったりするんですけど、さっきのね、普通のラジコンのあれじゃないから、ちょっと操作がしにくいですからね。まあ、別に操作してどうするってことはないんですけども。これパワーアップして走ったりね。これ去っていくよ。さよならって感じでね。バックはしないんですけども。なんでこんなことをこんなん作ったんか。まあ、自分でもよくわからないんですけども。まあね、ただ単に。フィギュア置きっぱなしにしとくのもね、あれだからね、なんか活用できたらいいかなと思って、ね、ちょっとパワーがなくなってきましたね。パワーアップって、こうしてね、
変人96号くんがこう寄ってくるよって感じね、うん、なかなかいいおもちゃができました。うん、こうしてね、これ何のキャラクターなんかな、よく頭だけでね、赤ちゃんなんかよくわからないですけど、まあ片目もなんか なくなってるしね、うん、まあよくわからないキャラクターなんですけども、まあね、翔太郎くんとね、翔太郎くんがねゲットできたのが良かったです、うん、こういうね昔のアニメとかね、そんなのこういうキャラクターのフィギュアとかもね結構集めてるのでね、良かったでーすって感じでね、向こうにはね、ここにはね、皆さんが知ってるかな、このルチ将軍とかね、こういうやつもね、プリンプリン物語のやつもね、こういうちょっとレアっていうか、まあちょっと珍しいような感じのやつもね集めてるからね、どん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 これも集めていきたいと思ってます。なんか見つけたらね、だからまあね、だから妖怪人間ベムがねどっかにあったと思うんですけどもね、ちょっと探してるんですけどもね、まあそれはまあ見つかったら見つかったでよろしいし、見つからなかったら見つからなかったりね、またまあ星どっかで見つけたら買いたいと思います。なんかコナン君みたいですね、犯人はお前だーって感じでね、ということでね、今回はね翔太郎くんのフィギュアをゲットして、ね、変人96号を作ったよーっていうお話とね、で奈良市のね鉄人のねロボットが置かれてるね、喫茶デイジーさんね、のご紹介でしたってね、神戸にもねでっかい鉄人のね本格的なやつあるんですけどもね、まああれとはまだちょっと一味違うちょっと、おもちゃチックの、ちょっと大きめの、鉄人の、置いてるお店のお話でしたってね、今回は鉄人のばっかりのお話でーすって感じですね、これなかなかね備品でね、なかなかよろしいと思うんですけどもね、これ多分翔太郎くんとこ出ると思うんですけども、こんなんでね、もしかチャージマン剣なんかあったらね、僕は2欲しいんですけどもね、多分チャージマン剣のフィギュアなんかないと思うんですよね、なかなかね、あっても高いと思うんですけども、ということで、この辺、今回はね、この辺でお別れしたいと思いまーす。でね、まあ、人に指を刺すんじゃない、ごめんなさいって感じでね、ということで、この辺でお別れしたいと思いまーす。それでも、今回は翔太郎くんバイバイで。それでは、皆さん。さようなら。いつもありがとうございます。それではまたねー。